どうも、うららです。この動画は大の大冒険が人生で一番大切な漫画である私うららが大の大冒険アニメ視聴の感想を話していく動画です。今回は8話の感想を話していきたいと思います。動画の後半では7話の感想動画にいただいたコメントにコメント返しもしているので最後までぜひ見ていってください。すごく久しぶりの動画になってしまったんですが、本当は10月に撮ったんですけど、なんかデータが元データもろとも全部消えてアップロードする前にで、もう心が折れて一旦またやってなかったんですけど、また今年からちゃんとやっていきたいなと思います。それでは8話の感想を話していきたいと思います。8話はダイたちが、ロモスに到着して、で翌朝クロコダインが総攻撃を仕掛けてくるというそういう回なんですけれども、まず最初に思ったのが、ロモスの王様のところに兵士がこう駆けつけて、すごい軍勢です、もう逃げてください王様、もうこれは持ちこたえられないので逃げてくださいって言った時に、ロモス王が王の逃亡は敗北と同じって言って残るんですよね。民を見せて逃げられない。でこれすごく勇敢なセリフに聞こえるんですけど、物語の後半単行本で言うと14巻15巻あたりでサミットっていうのをレオナが開くんですが、その会場に敵が攻めてきた時にベンガーナ王が残るっていうんですよね。でレオナは逃げましょう、その時にレオナが人が生きていればそこが国ですっていう風に言うんですよね。でこれがロモスの王様とレオナでこう言ってることは真逆なんだけど、どちらもこう正義に基づいているというか自分の信念に基づいて話している。あくまでもどちらかが逃げ腰であるとかそういう話ではなくって、どっちもこうその人それぞれの正しさ清らかさでそう言ってるんですよね。これはベンガーナ王にも共通していて、こう逃げるなんていうのは王のすることじゃないみたいなのが、まあ、ベンガーナ王そしてロモス王にはあるんですよね。なんかすごくここでこうレオナ Z 世代みたいな感じがして、たとえ負けたっていいから逃げないんだ、見捨てて逃げるなんていうことはこうなんだろうな、倫理的にというか道徳的になのかわかんないけどするべきではないみたいなこう思想が強い年配の王様と若干14歳の王女であるレオナが言う言葉っていうのが、人が生きていればそこが国だっていう、逃げることは別に悪いことではない、何をするかが大事というか、なんかそこの差がすごくこう年齢的な差に感じたんですよね。でこの漫画が書かれたのって何十年も前なわけですから、その時に Z 世代なんていう人はいなかったわけで、私たちのようなゆとり世代が本当に小さな頃に書かれた漫画だと思うんですけど、その中でロモスそしてベンガーナ王の2人とレオナっていう若い王女のこう言ってることが違うっていうのが出てくるのが、なんかその作者はどう書き分けてるんだろうなっていう、自然にそうなるのか、本当にロモス王ベンガーナ王レオナ姫っていう人がいたとして、そのやり取りが本当にこの目の前で行われるのは分かるんですけど、全員同じ一人の作者から出てきているキャラクターなのに、逃げは良くないんだっていう世代の人と、いや逃げてもいいんだそっから何をするかなんだっていう世代の人がいる感じが、なんか作者の頭の中ってどうなってるんだろうってすごい改めて思ったんですよね。こうレオナたちが本当にいるっていう考えで見ると年齢的な差が出てるよねって話なんだけど、これが一人の人から生み出されてるって、すごっ作者すごって改めて思ってました。でこの8話で、まあ、一番こう大きなシーンは2つあると思っていて、1つはマームとポップの喧嘩のシーンで、もう一つはブラスじいちゃんが、柵に使われているっていうシーンだと思います。マームが最後もう泣きながらポップを殴って、あんたなんか最低よって言ってこう出ていくっていう行動に出るんですけど、なんかこの気持ち、私あのマームあんまり好きじゃないで通ってるんですけどでもこの気持ちってすっごいわかるなっていうか経験があるなと思って、なんだろうな、こう話が本当に通じない人っていうのではなくって、確かにあなたの言ってることも正しいんだけど、だけどさっていう感覚で、それがもうどうしようもなく悲しくなって、まあ殴っちゃいけないですけど、わーっと涙が出てしまうとか絶望してしまうみたいな、そう絶望の涙だと思ったんですよね、マームの涙が。でここでまあ助けに行かなきゃっていうマームに対して、ポップはこう行かないとデロリンたちに賛同するんですよね。俺も賛成っていう風に、そこでこうマームがあなた大の友達なんじゃないのっていう風に怒るんですけど、ポップの言い分はもともと俺は魔王軍と戦う気はなかったんだ、ポップは別に世界を救おうと思ってアバン先生の弟子になったわけじゃなくって、アバン先生みたいに強くなりたいなっていう気持ちでアバン先生のところに弟子入りしているわけだから、その目的は別に魔王軍と戦うことじゃないんだっていうのはもう何も間違ってないんですよね、ポップの言ってることっていうのは。でダイがいるから魔王軍が襲ってきて巻き添え食って死にたかねえよっていう風に言うんですけど、ポップの中では筋がもうちゃんと通っていることなんですよ。でもマームからするとアバン先生に
学んできたのに、それを元にしたらダイを助けたいって思うはずじゃん、なんで思わないのっていうすれ違いが起こるんですよね。で実際にアバン先生はポップに修行で得た力は人のために使ってこそっていう風に最後に言ってるんですよね。だからまあそれはポップがまだそこを理解できていなくて、改めてアバン先生から伝えるっていう形なんですけど、でもマームはそれを習ってるはずだって思うし、そういう信念のある先生のところにいたんだから、それは受け継がれてるだろうと思う。でマームとしては多分人はみんなそうだろうっていう感覚があると思うんですよ。だからこれは私わかるなと思うんですけど、で意外と人はみんなそうじゃないんだけど、なんか例えば道歩いてて人が倒れてたら大丈夫ですかって言ったり、救急車を呼んだりってしますか？これする人、私はするのが当然だと思ってるんだけど、しない人も結構いるんですよね。で酔っ払いが寝てるだけでしょ、ほっときなよみたいな。で酔っ払いが寝てるだけだとしても冬だし死んじゃうかもしれないじゃんみたいな私は思うから、絶対に声かけて、まあ、それ声かけたせいで怖い目にあったこともあるんだけど、まあ、それは別の話として、声かけて救急車を呼ぶなり、例えば知り合いは近くにいますかって聞くとか、なんかすると思うんですよね。けど、まあ、自分には関係のないことだ、まあ、なんとかなるだろう、誰かが何かするだろうって言って素通りする人っていうのは意外とこの世は結構いて、そういう人を見た時に、いやなんで目の前で人倒れてんねんで、なんで何もせえへんのって思う。けど別にそっちの人からしたら、いや自分に得がないし知らない人だし時間取られて損だし、誰か助けるでしょ、別に私がやんなくていいじゃん。それもまあ間違ってはないけど、いやでもさなんでみたいな。でここって分かり合うことってもう悲しいけどないと思うんですよね。で人が倒れてたら助けるのが絶対に正しいとは言えないというか、私はそう思ってるけど、そうじゃない考え方の人もいて、その人の中では筋が通ってて、どっちがとても正しいかっていう話ではないんだよなっていう、それはなんかこう自分も大人になるにつれて学んできたことなんですけど、マームはこの時すごくそういう気持ちだったんじゃないかなって思うんですよ。助けに行きたいって思って当然なのに思わないってもう理解できないみたいな。でそれがさらに同じアワン先生に習った仲間だと思っているポップ、同じような考え方をしているだろうと思っているはずのポップがそういう行動に出たっていうことがもうとんでもなく悲しかったんだと思うんですよね。だから怒りというよりはなんか悲しみから出る、絶望と悲しみから出た結果が怒りだった、出方が怒りだったっていう感じがしました。なんかだからといって殴っちゃダメなんですけど、現実世界ではね。でもそれぐらいの制御できない絶望感っていうのはなんかすごくわかるなって思います。なんか大人になるにつれてやっぱそういうどうしようもないことっていうのは知っていくけど、マームはまだやっぱりなんでっていう気持ちがまあ抑えられなかったんだろうなって、すごく辛いシーンだなと思います。で続いてのシーンなんですけど、でプラスじいちゃんがクロコダイの手下として出てきてしまうシーンで、ここですごく思うのがアニメってすごいなと思ったんですよね。これ漫画だと割となんかわなわな、やっぱ殴れないよ、ダイ死ねーわーみたいな、もうほんとそう淡々と進むシーンではあるんですよね。感情が書かれてはいるんだけど、それよりもこう戦闘中だっていう意識の方がこう強くなるようなシーンと私は漫画の時は思ってたんですけど、アニメで見てやっぱダイの感情がとても豊かだから、アニメで見るとなんかダイの辛さ、ここのシーンのザボエラのやったことの残酷さっていうのが漫画のもう何倍にもなって伝わってくるなって思ったんですよ。なんか漫画の時はいやおじいちゃんが出てきたらそりゃ辛いよねぐらいにしか思ってなかったけど、なんかアニメでこのシーン見た時はいやなんか親ってダイとブラスぐらい心がちゃんとつながっていて、ベタベタしなくても信頼し合えるような安定した関係の親子であってもこれぐらい感情が出てしまうっていう感覚わかるなとか、家族ってどれだけ嫌なことをされても嫌いだと思ってもどっか気にかけてしまったり、冷静にこの家族のこういうところは嫌い、こういうことは嫌い、これは絶対許さないみたいなことがあっても、でもなんか好きって思っちゃったりとか、人に悪く言われるとなんかイラッとしたりとか、家族ってそういうなんか理屈でない感情というか難しいものだなって私はすごく思ってるんですよね。家族だから大事じゃんとか、家族だから仲良しとかってそんな簡単なもんじゃないと思ってて、家族だからこそ
難しいことっていうのが本当にたくさんあると思ってるんですよね。ってことを考えさせられたんですよ、なんかこんなワンシーンで。でもそれは私の考えすぎっていう説もあるが、なんか漫画で読んだ時にはそこまで思わなかったことをアニメになってよりこう深く自分の中に飛び込んできたシーンだったなと思ってて、本当にそのこのアニメが本当にそういうシーンが多いなと思って、だいたいこれぐらい漫画のセリフを暗記してもうすごい自分の中にいろんな考察というか、まあ、考えが浮かんでるぐらいの原作ファンにとってアニメ化って、だいたい聞く話ですけどね、私あんまりアニメ見ないからなんですけど、アニメ化とか、まあ、映画化は見るんですけど、だいたい原作の方が良かったなってなる。やっぱ原作の良さは 100% 出てないなとか、これだったら原作読んでる時間の方が絶対いいだろうとかって思いがちだと思うんですよ。けど私はこの大の大冒険の新アニメに対して本当に一切そういう気持ちが湧かなかった。もちろん原作には原作の良さがあるけど、大の大冒険全然知らないんだよなって言われたら、漫画が好き、アニメが好き、アニメが好きじゃあアニメ見て、漫画が好き、あじゃあ漫画読んでっていう風にどっちも自信を持っておすすめできる本当に最高の作品だなって思ってます。本当にどうしたのってぐらいすごい、大大に愛のある人が作ったんだなって、大大のことを作者さんたち含めて全員が大切にしてくれてるからこれだけ素晴らしい。だって絶対お金も時間もめちゃくちゃかかってるわけじゃないですか。でもここまでのものを作ってくださってる、妥協せずに、小さな変更点とかも今の時代に合わせて、でも大大の世界を壊さないようにちゃんとこう調整されてる、本当に愛のある素晴らしい作品だなって思って、改めてこの8話を見て、そのブラスじいちゃんを殴るのをためらうシーンを見て思いました。はい、ということで8話の感想をお話ししてきました。ここからは7話の感想動画にいただいたコメントにお返事をしていきたいと思います。いつもコメントありがとうございます。まずは斉藤さん、クロコダインがこの時大地山で左目に傷を負いました。まぶたを切っただけなので早ければ完治はしたのに、これ以降治してないんですよね。最初は大たちへの復讐心だけだったんでしょうけど、仲間になってからはその傷を逆に誇りとしたのでしょうね。おお、これからフェンブレンの逆ですね。だいぶ後になりますけど、フェンブレンがあの目の傷をバランにつけられてそれを治さずに戦うっていうシーンがあるんですけど、その時はその復讐心が消えないようにつけられた傷をこうつけておくっていう、でクロコダインもそうだったんじゃないか。それこそクロコダインは逆の目をバランに切られるんですけども、それはバラン の手加減があったのかもしれないけど、そっちの目は残るんですよね。で片方の目はまあ台にやられたまんまずっと見えないままになるっていう、普通に考えたらとんでもない大怪我だと思うんですけど、こう目の光を失った分心の光を取り戻したみたいなね。確かに最初はもしかしたらその復讐心で残してたのかもしれないですね、クロコダインも。羊羹さん、個人が組織の中の正義や常識に抗うっていうのは本当に難しいんですよ。子供の頃は分からなかったけど、大人になって自分も組織に属するようになると、あの時のクロコダインの気持ちがよく分かります。あー、いや本当そうですよね。私もあんまり組織に属したことない人間ではありつつ、やっぱり大多数の意見に従ったりとか、いやこれは絶対こうした方がいいんだよとか、こういうものだからこうする方が正しいんだよって言われたら、まあそうなのかな、自分が無知だから知らないだけかもしれないし、ちょっと従うかなんか違和感あるけどみたいなことたくさんあったし、まあ、前回の動画でも話した通りね、本当にその環境にいたら言い出せないっていうこともたくさんあったし、なんか難しい問題ですよね。人としてどうなのみたいなことがあっても、それが社会というものを回しているのであれば黙っておかなきゃいけないのか、でも人としてどうなの、どうしたらいいんだみたいなさ、すごく難しい問題ですね。シンデさん、うららさんの考察が毎回なるほどなって感心することが多くて、何についてコメントしようか迷ってしまいます。ありがとうございます、嬉しい。そして迷っている間にコメントをするタイミングを逃したりしています。大丈夫です、長いから動画から動画の間コメントしてください、ぜひ。ピンクのワニさんですが、何気にセンスのいいおしゃれさんなのかもですね。作中でもトップクラスに人間的に成熟していますし、頼れる兄貴って感じです。大人になってアニメで見直してから好きになった登場人物の一人です。いやでもこういう人多いと思います。ピンクのワニさんっていうのはすごく可愛いなと思ったんですけど、大人になってから一番好きなキャラクターがクロコダインに変わったっていう人ってすごいいっぱいいるんじゃないかなと思いますね。なんかやっぱ安心するというか、いてほしい人、いろんなシーンにいてくれたらホッとする人、きっとメンバーじゃないや
メンバーとか言っちゃった。あのきっとダイたち の, そのパーティーにとってもあのクロコダインがいるっていうことが、クロコダインがたとえ最後戦力外通告されるとしても、こう心のなんか安定安心感にはすごくつながってるんじゃないかなと思います。やっぱりみんな子供だから大人がいると心強いしね。なんか子供の時ってすごいその感覚あるなって思います。自分たちだけで、まあ、中学高校とかも頑張っててもやっぱ大人がいるとなんか安心する。なんかそういうクロコダインはそういう存在なのかなと思いますね。FDM324213、 私はドラクエを通過していない大大ファンの一人です。初めは少年ジャンプ内の一作品としてドラゴンボールやジョジョのついでに読んでいましたが、自分の中でジャンプ内順位が少しずつ上がっていきました。いつ頃かは覚えていませんが、いつの間にか自己内読者投票で1位になっていた気がします。おー、そうなんだ。やっぱドラクエをやっていない人でも大の大冒険が好きって言ってくれるのって、まあ、くれるのっていうか私何者なんだって話なんですけど、でもそれってすごいことだなと思います。呪文の名前とかなんかドラクエならではの設定っていうのがやっぱり元にはあるから、それをこう作品の面白さが超えてくるってやっぱすごい作品なんだなって思いますね。私ちなみにジョジョを読んでなくて、ジョジョはやっぱ読んだ方がいいですか？みんなジョジョ好きだよね。なんか昔からある作品で読んでなくて、読んでないのって言われるのがジョジョとハンターハンターです。バルバロイさん、この辺りから頻繁に出てくるようになる悪魔の目玉ですが、僕は魔王軍の強さの秘密は悪魔の目玉にあると思っています。子供の頃はリンガイア王国とかカール王国とか数日で滅びるなんて弱すぎって思っていました。しかし今見直すと、通信機器が何もない世界で魔王軍は悪魔の目玉で自由に連絡を取り合っています。加えて悪魔の目玉により敵国の情報も筒抜け。おー、確かに。比べて人間は一回行ったことのある場所にルーラで直接移動してしか連絡手段はありません。おお、そんなわけで僕は魔王軍で一番活躍したのは悪魔の目玉説を唱えています。確かにね、ずっとモニタリングしてるよね、悪魔の目玉使って。悪魔の目玉がギョエーって言ってね、あのボロボロになっちゃうシーンもありますけど、魔王軍の方が本当にいろいろ発達してるんですよね。その連絡の手段とか移動手段とかも全部リリルーラが使えるとかね。だからやっぱり魔力がすごく強いで、人間は基本的には魔力がそんなにない生き物っていうのがあるんでしょうね、設定として。だから呪文をこうたくさん使える種族、その呪文を利用できる種族が魔族であり、まあ、努力で多少強くなれるのが人間みたいな感じなんですかね。だからマトリフとかが本気出したら悪魔の目玉的なことは全然できるんじゃないですか。やらないだけで利がないと思ってそう。お金儲けに興味がある人がマトリフに習ったりとかしたら、通信機器とかを販売するかもしれないですね。作ってビジネスチャンスがめっちゃある大々の人間界。伊達正史さん、軍団長の地位を失うことやクロコダイン自身が嘲笑されることに対しては何も恐れることはないと思いますが、自分の配下の魔物たちが他の軍団長などから揶揄されるかもしれないと思うと、自分の意思を貫くより勝てる確率を上げる方を選択したのかなと思います。おー、なるほど。確かに確かにね。例えばクロコダインが負けた時に、部下はそのまま誰かが引き取って軍団長が変わりますだけだったらいいけど、クロコダイン以下全員死刑ですっていう可能性もなくはないもんね。まあ、それも大変なことではあるかもしれないけど、少なくともガルーダは殺されるとかそういうのがあるかもしれないから、そのためっていうのは少し頭をよぎったかもしれませんね。保身、それもある意味保身なんだけど、まあ、自分だけじゃなくて誰かのためを思うと保身するしかないっていう状況は確かにあるかも。エアペンギンさん、旧アニメではレイラがアバンの話をするときに、アバン、ロカ、レイラの戦闘シーンがアニオリで描かれていました。その中でレイラは攻撃呪文を使用していました。今までは原作漫画に追いつかないための追加シーンだと思っていたのですが、母親は攻撃呪文が使えるけどまあまあ使えないことと、肉弾戦が得意なのは父親にだということを視聴者へ印象付けるシーンになっていたんですね。おー、なるほど。そう、私旧アニメを見ていないのでちょっと詳しくはあんまりわからないんですけど、例えばポップを引き立てるために呪文系のキャラクターをなしにしておこうっていうただのね調整だったかもしれないから何とも言えないですけど、私はそこにこじつけをつけるならば、マームのこのマダンガンに対する気持ち、こんなおっかないものいらないって言った時の、攻撃呪文は人を傷つける道具であり、あくまで護身のための格闘技だけでいいっていう感覚があったのかなって。あとは人を回復させる力があればいいと、いうマームの魂の力がそうさせたのかなっていう風に考えますけどね。いや、旧アニメどっかで見ないとダメだな。旧アニメ感想動画やるか普通のアニメの感想動画もできてないのに。池田かすりさん、ポップが人のために何かをする珍しい回ですね。あの、俺が入れといてやらあの回。マダンガンに呪文は無理なのでスーパーサンクスを。ありがとうございます、池田さん、嬉しいです。
ルート666さん、何かで作者様がおっしゃっていましたが、ザボエラの余計な入れ知恵がなければ大の怒りを煽らず普通に勝ててたらしいです。おお。クロコナインは大人になってからリメイクアニメ見て一番好きになりました。自分の過ちを認められる大人の男はかっこいいです。あー、やっぱクロコダインが一番好きになったって人絶対いっぱいいると思うな。本当に子供の時はクロコダインのことどう思って、でも好きでしたね。好きなおじさんだった気がする。全然なんかヒュンケルかっこいいとかよりのクロコダインがいると安心するなっていうのは昔からありますね。大人になってよりみんなの心を掴んだんじゃないですかね。天むすさん、今頃やっと極炎の魔王を読んだのですが、当時からクロコダインは無人だなと感じました。本編でも同様ですね。おお、極炎の魔王、今月新しい巻がまた出てね、ちょっと泣きながら読んだんですけど、結構クライマックスに来てて、いや極炎の魔王こそその大の大冒険を知らなかったらどういう風な目線で読む漫画なのかっていうのはちょっとわからない部分もあるんだけど、大大好きな人はマジで読みましょう、極炎の魔王。大大の世界がなんかこうもう終わったと思ってた大の大冒険の世界が後ろにでもこう広がる、後ろっていうのは過去にでも広がるっていうのはすごく嬉しいなと思うから、極炎の魔王読んでない方ぜひ読んでください。ゆたさん、この回のデルムリン島に現れたザボエラは強敵という凄みを当時感じていました。ヘイトを買うキャラではありますが、合理性や向上心は皆さんよく語られていましたね。そんなやつだからクロコダインも心を揺さぶられたのかな。クロコダイン、最後のシーンでも言ってますけど、ザボエラもこう一目置かれる存在だったんだっていう話をしてますよね。ですごくこう知略がこうすごくて、まあ、賢くて効率的ではあるんですよね。ただそこにこう溺れてしまったっていうキャラクター、もしそこに心っていうものとかがあればザボエラはめちゃくちゃすごい人になってたと思いますね。でもザボエラのね、そのずる賢さみたいなのはザボエラ自身の心も含めて弱いからそういう風になったっていうところはあるから、そこがしっかりしてればザボエラがあそこまで賢くなることはなかったのかもしれないし、まあなんかこれはまあタラレバなんであれなんですけど、でもクロコダインはザボエラのいいところのことを本当に尊敬してるんだなっていう感じは最後にしますよね。アミさん、クロコダインについて僕は未熟だったとかプライドが高かったというくらいの解釈だったのですが、うららさんの言う心の健康状態とか所属するコミュニティの影響とかがあって迷いが生じるような、僕が思うよりももっと複雑なシーンだったんだと感じました。お手本になってくれる人や良い影響を与えてくれる人が近くにいることが本当に大切ですね。いやー、ありがとうございます。本当にでもそう思いますね。なんか友達の実生活で見かける人とか、あと SNS で見かける人とか見てても、周りに誰もいないのかなってやっぱ思う人もいるし、周りの人が例えば共依存関係を作っちゃうとか、いつまで経ってもそこから抜け出せなかったりとか、辛いっていう状況から抜け出せなかったりとかっていうのがね、なんか誰かがおおらかな優しい誰かがそばに、いろんな人のそばにいてくれたらいいのになって思う時が多いです。六郎さんちょっと笑っちゃった。クロコダインは周りの意見も取り入れたり、組織人としては正しいんじゃないですかね。リーダーには聞くタイプと聞かないタイプがいると思いますが、失敗の後だったので人の意見も取り入れてみたのでしょう。見た目は硬そうですが頭は柔らかいんですね頭柔らかそうですよね。なんか違うよクロコダイン、これはこうなんだよと言われたら、そうなのかって言ってくれそうな感じはする。見た目はねワニですからね、それは硬いですよね、人間とかに比べたらね。でも失敗の後だったから人の意見を取り入れたっていうのは、確かにその組織人としてというか、まあ普通に仕事をする人間としてはとても正しい行動ではありますもんね。同じようにもう一回がむしゃらに頑張ったところで結果変わんないでしょうっていうのはね、冷静に考えるとある部分ではあるのかな。浅草コンボイさん、すごい長いコメントくださってるんですが、この大の大冒険は立場が違えばその掲げる正義もまた違うということを教えてくれる物語です。いや本当にこれはそうですよね。大々のメインテーマだと思います。立場が違ったら正義が違うっていうことに対しての答えっていうものはないんだっていうことも、大の大冒険は最後までこう物語を通して読むと答えはないっていう答えが出てくるというか、だからじゃあ私はどうするんだ、あなたはどうするんですかっていう考えさせられる物語だなと私も思います。三橋さん、
メガンテはドラクエ11ではかなり使えますよ。聞く敵多いですし、やり込み要素にはなりますが、大修練場の最終試練ではメガンテ、クロスマダンテがないと最小手での、クリアはできません。へえ、私ドラクエ11やり込み全然やってないんだよな。にしてもドラクエ11はメトロワンもありますし、大の大冒険が大好きなスタッフが制作に携わったのは間違いないでしょうね。いや、これ本当に大の大冒険が好きだった人が社会でいろんなことに関われる年齢になってきてるんだって思いました、私は。だから多分大の大冒険ドンピシャ世代って40代だと思うんですよ。だから会社とかでこう決定権とか意見をする力っていうのが、しっかりとある世代になってきた、分かってじゃなくなるというか。だから自分が好きなこと、自分が取り入れたいことっていうのを意見できる人とか、もしくは上の人たちが、いや30代40代に意見聞かせてよって言ってこう入ってきたのが大の大冒険の要素なのかなって思ってて、私はなんか大々のものが取り入れられ始めた時に、あ、なんか来た、時代来たかもって思いました。ドラクエ11ね、発売されたのがスプラトゥーンの発売日の1週間前とかだったんですよ。でスプラトゥーンを発売されたら友達とめっちゃやろうねって約束してたから、それまでになんとかクリアしなきゃと思って5日間ほぼ寝ずに一睡もせずってわけではないですけど、睡眠時間削って本当に5日間ドラクエしかしなくて、その間それでクリアしたから、やり込み全然やってないんですよね。 S もまだやってないので買ったけど、だから S を改めてやろうかな。11の配信とかどうですかすぐ配信しようとするけど、なんか1回やったゲームだったら配信いいなと思ってて、まだ1回しかやってないし、どこに何があるとかもあんまり覚えてないので、なんか時間ある時にダラ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 とね、イレムやっていくのもいいかもしれないですね。安倍さん、うららさんの好きな職業は何ですか？僕は物理攻撃が好きなので勇者戦士武闘家でしたが、ゴールデンカムイを読み銃を使う職業があればいいと思っています。おー、マダンガンのように魔法に銃を詰めるのではない本物の銃がいいと思いました。ドラクエの職業だと何が当てはまりますかね？ないなら新職業兵士とかどうですかねピピンが兵士っぽいよね。ピンぐらいしか思いつかないけど、好きな職業は、ドラクエ10とかだと旅芸人とか魔法使いが多かったです。補助か光栄が好きです。旅芸人、魔法使い、僧侶、賢者、魔法戦士とかですかね。その辺をよく使ってました。でもこれは本当大の大冒険の影響というか、なんかドラクエを普通にやってたら MP って限りがあるから、肉弾戦の人の方が効率がいいっていう風にちっちゃい頃思ってたんですけど、大の大冒険読んでると魔法使いめっちゃかっこいいじゃないですか。で魔法がすごく強く描かれているから、なんか魔法使いがやっぱかっこいいなと思って、ドラクエ10は最初もう魔法使いで始めて、あの8人で挑戦するコンテンツが最初出た時に、自分の暴走メラゾーンはね、メラガイアだったかな、忘れたけど、なんか自分の暴走魔法でとどめさせた時って本当に嬉しくて、魔法使い最高と思いましたね。だからやっぱ光栄が好きです、私は逆。マーローさん、感想動画再開してたの気づくの遅れました。自分のペースで続けてくださいね。ありがとうございます。自分のペースでマジでやってますんで、またよかったらコメントしていってくださいはい、ということで大々の8話のアニメ感想と、7話の感想動画のコメント返ししてきました。なるべく短いスパンでまた次の9話の感想も出したいと思っていますので、気長にお待ちいただけたらと思います。そしてですね、この間自己紹介動画を上げましたので、もし何か私に質問があるという方はですね、よかったらコメントしていってください。来週ぐらいに質問返しの動画を作れたらいいなと思っているので、またそんなのもぜひ参加していただけたら嬉しいです。ドラクエとか大々に関する私についての質問とかでもいいですし、単純になんか私のことを質問してもらっても大丈夫です。答えられない質問には答えません何でも質問してみてください。他にも生配信とかも最近はちょこちょこやり始めているので、また興味がある方はですね、生配信も覗いてくれたら嬉しいです。いろんなゲームやっていこうかなと思うし、このゲームやってくださいとかもあれば、ぜひ教えてください。スイッチのゲームだととてもやりやすいです。今回も動画面白かったなとか、次もまた見たいなとか、応援したいなと思ってくださったら、チャンネル登録や高評価ボタンを押していただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、うららでした。最後まで見てくれてありがとうございました。